エリカさんと知り合いかい？楽屋にいるんじゃないかな。ちょっと行ってくるといいよ。そうだな。 30分後にロビーで。それでいいかね。
何をしている、エリカ。 エリカ、この男は大神一郎さんです。日本からいらしたそうです。<笑>日本人か。エリカの知り合いらしいから一応名乗っておいてやる。私はグリシーヌ・ブルーメール、ノルマンディの血を引く誇り高き貴族だ。 で、このフランスに何をしに来たのだ。観光か。この私の質問に冗談で返すとは、日本人の分際でユーモアのある男のようだね。もし冗談でない、 よほどの身の程知らずだね。ほら、グリシーヌさん、例の一件があるでしょ。だから日本のことを。エリカ、余計なことは一切喋るな。大神一郎とよ、パリの街を見るのは構わんが、見苦しいことはするなよ。 グリシーヌさんですか？私の先輩みたいな人で、ちょっと怖いところが。エリカ呼んだか。私の名前が聞こえた気がしたの。なんでもありません。<笑>そうか。それとクロワッサンの意味は三日月だ。覚えておけ。 大神さんの言う通りだったんですか。さすがですね。伊達にフランスまでパンの修行に来てませんね。朝ごはんダメになっちゃいましたね。もう一度頼みましょうか。すみません、注文お願いします。 もしかして怒ってます？ごめんなさい。私のせいで大神さんまで追い出されちゃいましたね。そうだ、お詫びにこの町のガイドをさせてください。 大神さん、この町に来てまだ右も左も上も下もわからないでしょ？わかりました。エリカにお任せください。